昼休みに詰め、やってあげるね。親友だもんね。親友、親友、誰が吉崎さんのこと妬んで吊るし上げて狭い世界に閉じ込めて、少しでもそこから外れたら囲い込んでいじめて、吉崎さんのことなんか何も見てなかったくせに、可愛い女の子隣に置いて安心したかっただけのくせに、そんなのいらない。一人でいる方がマシでしょ。なんか言ってる、よくわかんない。怖怖はい、大丈夫。何すんだよ。は？何してんの、マリどけよ。黙れ。やりまんども、私の友達はイオリさんだけだ。怖っ。行くよ。